両和弘は朝鮮独立運動家、大韓民国の政治家。豪は勤労。本願は寛陽漁師。太平洋戦争終結後の1945年8月、朝鮮建国準備委員会に参加した。1946年に朝鮮人民党を離党して、社会民主党を決闘し、左右合作運動を推進した。大韓民国の建国後は、 国会議員を2期務めた、実刑に独立運動家、政治家の両運教がいる。実刑の両運教青年期、両和弘は、軽気道傭平交流用に紙面の裕福な家に生まれた、父、両金谷源の二男二女の次男である。1909年にソウルの中央中学校を卒業し、1911年に新学校を卒業すると1913年に、 アメリカに留学した。留学前に兄の両運教は、アン・マサヒロの演説に影響されて朝鮮独立、運動に身を投じた。同年9月1日に横浜に到着してん丸に乗って9月16日にサンフランシスコに到着した。その後オハイオ州にあるウースター大学に入学した。1918年にウースター大学を卒業し、 プリンストン大学進学院に進学し、ギリシャ語を学んだ。独立運動1918年に、アメリカのウッドロー・ウィルソン大統領が発表した14、過剰の平和原則に民族自決を記載すると、一時プリンストン大学の教授だった、彼に会うべく、大学教授と、牧師から紹介状をもらい、ホワイトハウスを訪れるが、秘書に面談を拒否されたため叶なわなかった。 1918年にプリンストン大学を中退し、1919年にハワイ、東京を経由して帰国した。東京では日本に留学していた、金聖主、総沈務、インイタス・アキラに、在米同胞の現況と独立資金調達の現状を教えた。最南前、李昌アラと連絡を取った後、中国・上海に渡った。三点一運動の直前に帰国したが、 1919年4月に上海で樹立された大韓民国臨時政府については同政府内の派閥闘争に落胆したという大韓民国臨時議政員が開設されると議員に選出された1919年6月にフランスで開催されたパリ講和会議に近畿職らと共に新幹青年党代表団の一員として参加した 日本の妨害を受けながらも3月13日にパリに到着した。しかし、列強各国が朝鮮独立の誓願を無視したことに失望し、近景色とアメリカに渡った。1920年に上海の朝鮮人学校である人なり学校の校長に就任し、学業の維持、発展のための資金調達活動を行った。 人なり学校は朝鮮解放後も在上海、韓国人のために存続したが、生徒数の減少により1980年に廃校となった。同年4月には、臨時政府大統領の李商万から孫文に密書を送るため公州に派遣された。同年9月に、朝鮮人居留民団議員に選出された。1921年9月に帰国した。日本警察に逮捕されたが、 権威不十分で釈放された。1922年から1925年まで、広子生専門学校の英文学教授を務めた。1927年に、アメリカのミシン製造会社シンガーに入社し、シンガポールに赴任した。1940年に、レストラン、ユリエンを取得し運営した。太平洋戦争勃発1941年に、 太平洋戦争が勃発すると戦争支援のために、結成された朝鮮臨戦報国団に参加した。李光主、金安妻まらと戦争支持の講演を行ったり、突き発し、友光1942年2月号に内戦一体を支持する論文を寄稿した。同年12月には、毎日新報主催の、大東亜戦争の展望を座談会に参加した。 1943年11月には、慶城府小路で、志願兵の勧誘活動を行った。その後1945年まで軽喜道陽平軍で撤去した。1945年8月15日に、日本が敗戦すると、兄の両運協、安在広志らと、朝鮮建国準備委員会を結成し、朝鮮人民党に参加し政界に進出した。 両雲橋は朝鮮総督府政無総官の遠藤、竜作から朝鮮に進駐するのはソ連軍だと聞かされていたが、9月に進駐したのはアメリカ軍だった。同年9月8日に新川に上陸した米軍軍政長官、ジョンリードホッチに面会を申し入れたが拒否された。1946年に結成された民主主義民族戦線に参加し、 外交対策専門委員会委員として活動した。同年5月に朝鮮共産党を非難し、朝鮮人民党を離党した。総サぐがんが、僕県営を非難する所管が報道されてから2日後のことだった。5月9日に、ソウル中央放送局から朝鮮人民党離党声明を発表した。声明で、総サ,サグガンの手紙で、 朝鮮共産党の極左的暴力が暴露されたと主張し、朝鮮人民党が党内の不純分子の作動により独自路線を創出し、共産党の前衛的な役割を担っていると非難し、新党結成を発表した。1946年5月11日には94人が朝鮮人民党を離党した。後に結成される社会民主党は、 朝鮮人民党の離党者を中心とした中道政党である。この集団離党の背景には、両運協と僕権英の左派勢力を弱体化させるための米軍軍政党局の暴略があった。左右合作、両和弘は1946年5月に社会民主党を結成し当首に就任した。中道左派を支持しており、8月3日に開催された結成式には、 李昌番が参加し祝辞を述べた。以降は、両運協、近継職と共に左右合作運動に参加した。1946年10月に、南朝鮮カトリッポー議員が設立されると、12月に、軍政当局から議員に選ばれた。1947年7月19日に、兄の両運協が暗殺された後も、近継職と共に左右合作運動。 南北交渉を進めたが、12月に左右合作委員会が解散してからは、近経営職系列で政治活動を行った。民族自主連盟が結成されると、中央執行委員に就任した。南北交渉1948年1月には、民族自主連盟総務局長に就任した。近経営職、近球などと南北交渉に参加した。 南北連席会議の起草委員会に補選された。平壌で開催された会議で、僕県営がアメリカを帝国主義者5.10単独選挙の参加者を売国奴と批判すると、両和弘は激怒し、修正するように抗議した。しかし僕県営はこれに応じず、多数決で可否を決定しようとした。草案は満場一致で通過したため、 ソウルに再び戻れない恐怖を抱いた両和弘は一切の発言、採決を危険した。その後は消極的に参加し1948年5月に帰国した。帰国後に統一問題の自主的解決を目指した統一独立促進会の中央執行委員に就任した。1950年5月30日に行われた第二大総選挙で軽起動。 ヨータイラ軍から出馬し当選した。1954年に行われた第3大総選挙で、ソウル特別市小六オツから出馬したが、落選した。その後自由党宣伝部長に就任し、1960年に行われた第5大総選挙で、参議院議員にトップ当選した。第二共和国時代1950年5月30日に、参議院議員に当選し当院した。 その後朝鮮民主主義人民共和国との平和的な統一のための交渉を開始しなければならないと主張した。1961年1月には南北統一の最初のステップとして、金捧ぐ元最高人民会議常任委員会委員長、蔡伊佐尾県最高人民会議常任委員長、高意の知紀副首相らを韓国に招待するべきと主張した。これに対し、 超務総理は、正式に提案したのであれば問題しせざるを得ないと発言した。1961年に日本を訪問し終戦時に朝鮮総督不正無双官であった遠藤隆作になぜソウルにソ連軍が進駐すると言ったのか尋ねたところ遠藤は内務省から来た電報に朝鮮が分断統治されるとあったと答えた。同年5月16日に 牧政紀が起こした5.16軍事クーデターの後に議員を辞職した。第三共和国時代1963年に自由民主党指導委員に就任したが、同年に民主共和党が決闘されると自由民主党を離党して民主共和党に入党し、顧問などを歴任した。委員いたす秋、牧政紀の顧問に就任したが、軍政延長に反対する野党から批判された。 その後、兄、両運教の一大域、夢比両運教を出版した。1968年には、両運教追悼会を設立し、院員いたす秋、牧世記を顧問に招聘した。1970年代には北朝鮮に特派記者が派遣されると聞いて、北朝鮮にいる、老いたちに会うために特派記者になると懇願したが、受け入れられなかった。1971年に、 民主共和党選挙対策委員会の顧問に就任した。1973年2月3日に老衰で死去した。軽気道陽平交陽洋西面にある聖火の近くに埋葬された。2008年に左派団体の民族問題研究所は、1940年代に日本を支持する論文を雑誌に寄稿したことや、講演会で日本に協力したことをもって、両和弘を 新日人名辞典に収録した。ありがとうございます。